こんにちは。今日の講義は書籍、背中を緩めると健康になるについてです。この書籍は、背中の筋肉の状態が健康や不調にどれほど影響を与えるかについて、驚くほどわかりやすく解説しています。まず、頑張って健康にならなければいけないという考え方を捨てることから始めましょう。本書は、ハードな運動やストレッチ、長時間のウォーキング、整体やマッサージ通いなどの手間暇かかる方法ではなく、背中の筋肉を緩めることで人生が劇的に変わることを提案しています。なぜ背中の筋肉が重要なのかというと、首や肩のこり、腰痛、頭痛、さらには体型の崩れや睡眠の質、ストレスなど様々な不調が背中の筋肉の緊張から生じることが多いからです。背中を緩めることでこれらの不調が解消され、体が軽やかになるというのですから、驚くべき提案ですね。この本では、背中を緩めるための簡単なコツが紹介されています。それは、日常生活の中で簡単にできる動作で、ハードな運動やストレッチは必要ありません。例えば、座りながらや歩きながら行う動作など、誰でも簡単に取り入れられる方法です。さらに、本書の目次を見てみると、背中を緩めることの重要性や具体的な方法が詳しく解説されています。背中を緩めることで人生が変わる理由やその効果についても詳しく触れられています。さて、本書の目次を紹介しましょう。第1章では、背中を緩めれば全てが解決すると題して、背中の状態が体調や姿勢に与える影響について解説されています。第2章では、実際に背中を緩めるための簡単なほぐし方が紹介されています。第3章では、座り方や立ち方について背中を緩めるためのコツが説明されています。第4章では、歩き方に焦点が当てられ、背中を緩めるための歩行方法が解説されています。最後の第5章では、背中を緩めることが人生に与える影響やその重要性について詳しく説明されています。本書は、背中を緩めることで人生が劇的に変わる可能性を提案しています。現代社会で忙しい生活を送る私たちにとって、このような簡単で効果的な方法は非常に魅力的です。ぜひ一度試してみてください。背中を緩めることで健康な体と心を手に入れることができるかもしれません。背中を緩めるというアプローチは、多くの人にとって革新的なアイデアかもしれません。従来の健康法ではなく、身近な動作で体の不調を改善できるという発想は、多くの人にとって魅力的に映るでしょう。これによって、多くの人が日常生活の中で背中を緩める簡単な方法を取り入れることができるようになります。その結果、体の不調や疲れが軽減され、健康的な生活が送りやすくなるでしょう。さらに、背中を緩めることで姿勢も改善されるため、外見的な美しさや自信にもつながるかもしれません。また、背中の状態が心理的な影響を与えることもあります。背中を緩めることでリラックスし、ストレスを軽減する効果も期待できるかもしれません。この書籍が提供する情報は、他の健康やストレス管理、姿勢改善に関連するトピックやテーマともリンクしています。例えば、ストレスマネジメントやメンタルヘルスに関する情報と組み合わせることで、より総合的なアプローチが生まれるでしょう。また、姿勢改善や体のバランスに関する情報とも連携することで、より健康的な生活を実現するためのツールとなるでしょう。このようなアプローチは、健康やウェルビーイングに興味を持つ人々にとって革新的であり、尊敬されるでしょう。従来の常識にとらわれず、新しい視点から健康に取り組む姿勢は、多くの人々に感銘を与えるでしょう。そのため、この書籍を紹介することで、自身の専門知識を高め、人々の健康と幸福に貢献することができるでしょう。そして最後に、読書で美容と健康の勉強も大事ですが、人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上も必要です。そこで、ライザップは結果にコミットするプライベートジムとライザップウーマンをご紹介します。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活やメンタルのマネージメントを提供しています。また、30日間の無条件全額返金保証がついており、無理のないトレーニングを週に2回、
1日50分で行うことができます。そして無料カウンセリングを受けることもでき、完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行います。これまでにダイエットやジム通いが続かなかった人に特におすすめであり、トレーナーが作るあなた専用のプログラムを通して無理な食事制限なしで健康的に痩せることができます。さらに30日間無条件全額返金保証がついており、リバウンドしにくい体作りを目指すことができます。一方、ライズアップウーマンは洗練されたプロポーションに導くための女性専用プログラムです。ウェイトトレーニングだけではなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチも含まれており、個別のトレーニングメニューが提供されます。また低糖質だけではない食事管理や美容マシンを完備しており、痩せやすい食事のアドバイスや美容マシンを通じて効率的に脂肪や肌にアプローチします。さらに産後太りを解消したい方や結婚式のために上半身だけ痩せたい方など、さまざまな目標に対応しています。これらのサービスは単にダイエットだけでなく健康管理にも特化した需要に応えており、個々のニーズに合わせた専門的なサポートを提供しています。読書だけでは得られない実践的な指導やモチベーション向上が必要な方にとって、ライズアップのサービスは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。